はい、こんにちは、ジェントフィットネスの元気です。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで今日ですね、ヒーロージムさんでクリスマスパーティーがあるということで、もうスペシャルゲストのシンさん、そしてポッパイ関根さんですね。出た。許してください。いや、みんな期待してるので。いや、今回まあ今一部で、我々のトレーニングのまあレクチャーという形でお客さんを招いてやらせていただいたんですけども、今回シンさんのお誘いいただいてありがとうございました。いや、来ていただいてありがとうございます。いや、まあ本当に今回シンさんからご連絡いただいた時に、まあ先ほども伝えたんですけども。やっぱり僕、シンさんのような人がもうこのフィットネス界でやっぱりもう一番先頭に立ってもう進んでいくべきもう人だと僕は思ってるんですよ。で一番もうリスペクトできますし、もちろんカネキンさんだったり、ジンさんだったり、エディ君だったり、ポパイさんだったりとか、いろいろいっぱいいらっしゃるんですけど、やっぱりその中で僕はシンさんにこのフィットネス界を引っ張っていっていただきたいのもう一番にっていうのは、もうこの人柄なんですよ。シンさんのシンさんと多分出会ったことある方っていうのは分かると思うんですけども、人のために、考えていろいろ発言だってもう全てをしているのがもうシンさんで、僕はもう将来こういったやっぱボディービルダーの方、まあ、トレーニングをする方になっていきたいという、まあ、最大の目標でありますので、まあ、本当に出会えたことにまず感謝をさせていただいております。泣いちゃう。はい、いや、これは本当にもうずっと思ってたことだったので、だから今回お誘いいただいた時ももう、誰がいますかとか、誰とやるんですかとか、もうそういうんじゃないんですよね。じゃなかったのがさ、はい、もうギュンときて、もうこれはシンプルにもうやりますんです。で、蓋を開けたらポパイさんとシンさんだったんで、ちょっと待て待てと思いながら大丈夫か俺と思いながらも今日参加させていただいて、まあ、結果的にはもうお客さんにも多分満足いただいて、ブームから文化に行ってる男がね、誘いのメールをした時に一言「ぜひ盛り上げましょう」って帰ってきた時はもう本当にゲンちゃん好きだなと思って、いやもう、当たり前ですよ。そんなのやっぱりリスペクトがそこにありますから、僕は嬉しかったです本当に。はい、そうですね、ありがとうございます。ご紹介ありがとうございます。あとやっぱりその関根さん、ポパイさんといえばね、もう正直もう下ネタ大魔王ですよ、大魔王なんですけど、じゃあ今年1年振り返って日本国内の大会で一番盛り上げた男、これ誰でしょう。これ絶対ね関根さんなんですよ、これ間違いない。本当にやっぱりボディービルって、まあ、スポーツというか、まあ、エンターテインメントな部分がやっぱあると思うんですけども、そのエンターテイナーとして僕はジャパンオープンでしたっけ。そうですね。でも現場では見れなかったんですけど、いろんな人の動画で見ました、もうザ・キング・オブ・エンターテイナーのもう MJ 超えてましたよ。いや、もう、あの日のためにもう2ヶ月禁欲しましたからムラムラしたピークの言ってましたね、ステージの時これ大丈夫ですか、シンさん。大丈夫です。あんまりボディービルを侮辱するとぶっ飛ばされるいや、でも本当になんかこう体もすごいいいコンディションで、サイズももう国内だともう敵なしないのサイズで、本当よ、本当に出られて、だから、ポパイさんもやっぱ普段ね、こうやってこう下ネタとか言ってるイメージありますけど、今日のセミナーもやっぱ一緒にやってみて思ったのが、やっぱ僕もトレーナーやってるので、いろんな人からやっぱ関根さんもすごい教え方が丁寧だと、もうこれは聞いてたんですよね。それやっぱ今日セミナーを通して、もう本当にうわ、もうなんかこう感覚派の部分もあれば、そのなんかこう理論に基づいた部分もあれば、もう多分もうこれトータルのもう一番パーフェクトな指導者すごい、これどうしようと思います。脱ぎますね大丈夫です。だと思うので、本当になんか今日一緒にこのメンバーでできたことに僕はもう本当おこがましいんですけども、本当に嬉しく思っております。
た。いや楽しめた、本当楽しめた。いや実際源ちゃんの肩のトレーニングで、はい、めちゃくちゃ感心したもん。本当ですか。うわあ、それを考えてやそうなるわっていうのだったから、はい、ありがとうございます。うん、すごい刺激をもらって楽しかったです。ありがとうございます。みんなも絶対楽しんでくれたと思う、あれは。まあ、あとは何といってもね、シンさんも今年5月に、日本人2人目のボディビルダーとして IFBB プロになられて、で11月のジャパンプロも、プロ戦もデビューされたということで、うん、まあ、すごく思い出深い1年だったと思います。うん、でズバリ、今年1年を振り返りまして、うん、漢字一言で表すとするならば、うん、何かなというちょっと急な無茶ぶりですけど、いやいやいや、漢字一つって僕の1年を一文字でも、はい、一文字で叶う。叶う、うん、なるほど。その、はい、意味とはやっぱり長年思い描いてたプロになりたい、はい、ジムを開きたい、これが2つとも今年叶ったんで、うん、叶うかな。あの口と十あってるんですね。あれで一つに表現できるんじゃないかな、はい、と思います。ドリームカムトゥルー。ドリームカムトゥルーです。源ちゃんの好きな言葉ですよ、あれ。イメージできれば、はい、そうですね、叶うことが。あのウォルト・ディズニーの、ウォルト・ディズニーのあれ、源ちゃんの言葉だと思います。やっぱウォルト・ディズニーです。源ちゃん、あ、ウォルト・ディズニー、そんな感じのこと言うんです。それを部屋に飾ってるって、はい、そうですね。ああ、それウォルト・ディズニー。 If you can dream it, you can do it。まさにそれ、すごいですね。もう本当それはもう体現された、はい、叶うもんなんだろうということで、うん、また新たな、うん、審査を夢に向かって、はい、あの走り続けるという、はい、約束します。審査かっこいいっすよ。本当にずるいっす。いやいやいや、それまだ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 よ、まだまだ夢の途中。審査が感動をもらった1年だったので、はい、もうそれがすごく刺激を響いております。嬉しい、嬉しい。源ちゃんファンのみんな、僕すごい源ちゃんに褒められてます。いやいや、もう思ったことしか言わないので嬉しい。あとは関根さん、今年ボディービル多分大会も久しぶり。そうですね、だけど一応去年、JBBF で、ね、1回だけ出 て, れて初めて2試合今年出ましたね、ということですよね。で初めての、まあ、NPCJ で出られて、11月のアマチュアオリンピアで、ね、ボディファイナルされたということで、今年ね、多分関根さん、ポパイ関根、彼のことを多分知らなかった人が、まあ、一番なんか知名度が多分ありましたね。絶対上がった。本当ですか。一番だと思う。いや本当だ。マッスルグリルかポパイ関根。収入が。いや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 。本当ですね。本当にそれぐらい今年1年盛り上げた人だと思うので、関根さんズバリ漢字一文字で今年表すと。いやこれ言わなきゃいけない。いや P 入りますか。P 入りますか。入らないですよ。あのパッチ入ります。あのパッチ入ると思うんで。同じ3文字だけじゃない。首です。首でお願いします。首です。もう違うけど首に。ハローワークいきます。ハローワーク。金銀で働きます。というのは置いといて。で、あるんでしょ。いやまあ、いやでも、思ったことは、やっぱりまだ未熟だなと思いました。全然アマチュアオリンピアで、他の選手と並んで見たときに圧倒的に細くて、で僕と同じぐらいのコンディションの人がいっぱいいたんで、まだまだあのダメだなと思ったのと同時に、もっと頑張れば例えば審査に向かってプロになったりとかカード大きくなったりとかっていう進化をする伸びしろがあると思ったんで、なんで一応前々から言ってますけど、来年はちょっと丸く気にして再来年挑戦できたら。2021年、そうそう、東京オリンピック。漢字一文字どこ行ったの？B が何回もでもアロハ塗るか大丈夫です。ハイビスカスのやつアロハ塗ると思って編集が大変になっちゃった。苦笑い。そう、申し訳ないです。だからもうトリミングしといてください。腕でいいじゃん。腕本当でも腕細くなったっていうのが書いちゃいますね、コメント欄に。それはあれ減量したからでしょ。ショックですよ。ディテールが出たんだから、まあ、そうですね。腕でしょう。足も押さえてもらえて。
胸ぺちゃんこって書かれて、それはやっぱね、誰でもあるから表に出てね、いかでないとやっぱりそう言われたりしますもんね、うん、でも逆にありがたいことですね、ありがたいことっすね、スルーされるのが一番、そう審査員と一緒ですからね、そうだよ、そう足が遅いって言われたら足鍛えればいいんですから、そう、一番リアルかもしれない、そうかもしれないですね、客観視してくれるんで、うん、いやだからもうやっぱ大舞台に挑むことってやっぱ大事ですよね、そこでやっぱ自分の足らなさだったりとか改めて今回感じたので、まあ、それを来年にちょっとつなげて、あの1年過ごしてまた次の大会に、体を作り直していければと思いますので、うん、またあのちょっとヒーロージムさんにはお邪魔させていただくと思います、もちろんぜひ来てください、はい、喜んでです、ケンちゃんもうヒーローに会えるジムということで連日、にぎわいすごいですね、ああ、もういろんな特にやっぱ若い子たちが多いですね、団体に来られてるイメージがすごいあるので、本当に誰か、ここに来れば多分誰かに会えます、うん、関根さんは常にいますので集合でいます集合で会えるね、会えますね、ほぼ会えますね、うんうん、会員さんなんならもう全然もうあれです、普通にもう普通です、ね、いやだからそのお客さんでも地方から来られる方、ヒーロージムに来て金金ジムに行ってみたいな、うん、やっぱり東京といえばヒーロージム、うん、まあ金金ジム、千葉ですけど、うん、イメージがありますので嬉しいですね、すごい嬉しいよね、すごくいいシンボルがね、うん、ここ目白にできたなと、うん、メッカですよね、うん、私は思っておりますので、トレーニングなどもまあ、シンちょっとハワイに帰られると思うんですけども、うん、また来ますね、うん、また来た時もぜひともよろしくお願いします、こちらこそよろしくお願いします、またあの杉田さんの方もトレーニングなんかちょっとコラボさせていただければ、何でもコラボします、もう一回感じましょうなんか失礼なことがあったらすぐに連絡してください、はい、シンさん全然俺に何も教えてくれないですもう、教えない、もう DM 教えてない、DM、絶対 DM なんですよ、今だに未だに DM なんですよ、もう全然その関係、距離感を保って緊張感があるなと思って見てるよ、いつも、いや、そうやなって気をつけます、でもなんかやっぱ、締めるとかすごい締める頭がいい、そうですね、うん、こんだけ話すってことは、ね、頭の回転が早いから、ね、もうトレーニングも上手いし、うん、まあトレーナーとしては文句なしでしょうね、うんうん、そうですね、素晴らしい、締めるとこは締めますからね、だよね、どこでもまたアロハ出ます何回アロハ使ったかって言いますよ皆さんこれ視聴者の方やっぱ知りたい部分だったとは思うんで、あの今年の総括ですか、うん、またじゃ あ, あの来年に向けて、うん、ちょっともうすごく今日刺激もらいましたので、うん、次の大会に向けてまた頑張っていきたいと思います、僕自身も、はい、はいという感じで、まあ、お忙しい中お時間ありがとうございます、ありがとうございました、この後じゃあパーティーですかね、そうです ねじゃあこの後パーティーレッツゴーということで、うん、そちらの様子も、ご覧ください、はい、ありがとうございます、お疲れ様でした、ありがとうございました、僕自身は今年3大会に出て肩が育ちすぎまして僕がついてこなかったんですけど、まあ、負けた時にやっぱり人間のための心理が壊れると思いますので、これをね、縦に一から頑張っていきますので、皆さんもちょっと一緒に、これから北京の文化の文化に盛り上げていきましょう、はい、はい、こんにちは、こんにちは、北村さんに来ていただきました、はい、すいません、この度初元気さんのチャンネルに登場させていただいております、ありがとうございます、こちらこそいつも見てます、ありがとうございます、それ嬉しいです、この言葉が嬉しい、いやでも本当に北村さん今年、はい、ボディビル、いやそうですね、デビューされたということで、はい、ジャパンオープンから、はい、アマチュアオリンピアまで、はい、で僕正直シンさんの動画見させてもらって、はい、もうあの言葉、シンさんの言葉、はい、あれはもう北村さんだけではなくて、はい、もう僕にも刺さりましたし、本当ですか、多分全トレーニーに刺さった言葉だと思います、はい、そうですね、それ思い出したね、トレーナーとか、はい、やばかった、それを響いちゃいました、引き出したというか、まあ、その北村さんの、はい、そのやっぱ素直な部分であったり、いやそうですね、ああいうところがやっぱ僕はすごい非常に好きなところ、ありがとうございます、いや、そこまで言ってもらうとすごい、はい、またモチベーション上がっちゃいますね、これやっぱりだって、ね、人気があるってイコール、はい、やっぱそういろいろ言われたりもしますし、そうですね、今回、はい、か
肩すげえって言われて、はい、負けて、はい、気持ち悪い僕はまあね、あの肩でまあちょっとこう日本に賑わかす、もう貫いてほしい。そうですね、多分肩に入りやすいんですよね。入ります。僕もめっちゃ入りやすいんで、その代わりこっちが、そう僕もそうだ。浮島さんどっちもあるんですか。いや全然です。これからまだまだですけど。いやもうだから本当にすごい、多分フィットネス界を今もうあのプロレスの業界からもボディビル界来て、そうですね、一気に多分盛り上げた、はい、プロレス好きの人にもフィットネスを多分知ってもらえたと思うんで。そうなんですよ、今回その広めた役割は果たせたかなと思われてます。それはもうすごい影響力、影響力ある人間にこれからもなりたいです。いや、なってますよ。じゃあ最後ちょっとあれでいいですか。あ、最後いいですか。じゃあ、すいません、じゃあ元気さんと一緒に、はい、じゃあいきますよ皆さん、これからのフィットネスの未来へ、レッツゴー。はい、こちらですね、中継、元ちゃんですお越しいただきました、ソレイユ山沢さんでございます。新潟から今日は、いやはるばるこのためにというか、このためだけですね。素晴らしい。オープニングも来られてましたもんね。そうですね、やっぱ広島もお世話になったんで、山沢さんも今年1年、はい、YouTube もすごい登録者さんも増えて、まあ、そうですね、おかげさまで増えては、ジムも新しく、作って、そうですね、そして何と言ってもやっぱり山本先生、まあ、仁さんもそうですけども、はい、やっぱり山本先生がここまでこうね、あの先生、大先生がここまでこうブワッてなったのは、はい、なんと言ってもやっぱり山沢さんの、いやいや、ほんと僕なんかは全然ね、何もっていうか、逆にだから僕が山本先生に引き上げてもらってる立場でもありますし、ウィンウィンですね、ウィンウィンですねそう思っていただければ、ほんとで、大先生がね、やっぱりこう、はい、もっともっと表に出ることで、やっぱりフィットネス界ってもっともっと正しい知識が蔓延すると思いますね。そうですよね、そのきっかけを作った山沢さん、もうこれはもう皆さん感謝です。いや、とんでもないです。とんでもないです、本当に。今年は大会も、はい、出られて、はい、今年2大会。今年2回出ましたね。出ましたよね。結構知ってくれてますね。嬉しいな。ブレイズ。ブレイズ出て、ビーフ出て。ビーフ。はい。出て、ジムも作られて。漢字一言で、はい、2019年を振り返るとするならば何でしょう。はい、無茶ぶりです。すいません。今ね、2つ浮かんでるんですよ。苦労っていう字かな。なるほど、はい、それは挑戦か苦労かで今悩んだんですけど、まあ、挑戦したからこそ苦労が多かった年だなっていう感じは、うん、まあ一番やっぱフィットネスジムを作ったっていうのが一番自分の人生の転機になりましたし、うん、それがやっぱり自分の想像を超える苦労がありましたんで。体作りもそうですけど、やっぱりビジネスマンとして、はい、体を鍛えて、はい、YouTube で発信して、はい、でそれをまたビジネスに伝えていく、はい、これはもうやっぱり金金さんもそうですし、仁さんもそうですし、まあ、エリックもみんなそうなんですけども、はい、やっぱり山澤さんのようなアイコンがね、はい、これからもっともっとあのフィットネス界を良くしていく存在であることは間違いないと思いますので、じゃあ僕はまあどこから何をものを言っているのか。いや、嬉しいですね、やっぱね、元気さんがされてもらえて、それはもう本当、すごく感じてるので、うん、僕もちょっと負けじと、YouTube しっかり頑張っていこうかなと思いますので、はい、私はちょっと今度は新潟遊びに行きますね、ぜひぜひ、いいですか、ぜひ来てくださいよ、美味しいお米と、そうですね、魚があるんで、はい、もうそれだけで十分ですよ、ね。すぐに一緒に来てください。そうですね間違いない、お邪魔します。僕、何気なんですけど、マクロが超近くにあって、あ、そうなんですか、普通に行きますからね、新潟の、新潟、あ、そうなんですか、へぇ金沢もそうですね、金沢もあります、ね、結構いろんなところでありますね、はい、じゃあまた、次じゃあ山さんまた、はい、僕新潟行きますんで、ぜひよろしくお願いします、はい、また東京来たさぜひよろしくお願いします。はい、じゃあまた次の動画で、山沢さんありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。